佐々木忠二郎から1938年5月26日は、明治、大正、昭和期の昆虫学者、近代養蚕学、静止学の開拓者、東京大学在学中、エドワード・エスモースや、チャールズ・オーティス・ホイットマンの指導を受けた。外中研究や解雇研究を行い、多くの著書と論文を発表し、没後その功績を称え朝日、重光明が贈られた。また、 国長の大紫の俗名、佐々木や別れに対する懸命である。なお、父、佐々木長厚も養蚕学の研究者である。漢方、第2902号、大正11年4月8日。微粒子病が育てた養蚕技術、佐々木長厚、忠二郎の親子リレー。社団法人農林水産技術情報協会。2014年5月14日閲覧。 漢方第2545号、除人及び、事例1891年12月22日。漢方第5451号、除人及び、事例1901年9月2日。漢方第6995号、除人及び、事例1906年10月22日。漢方第5548号、除人及び、 事例1901年12月28日。官報第1315号、付録。事例1916年12月13日。ありがとうございます。